この辺りね、魔獣が出たと情報があったのは。ああ、俺たちで早く片付けて情報を調べるための時間を長めに取ろうぜ。キリト君、メディナさんのことを心配してるんだね。ん？まあ。もしかして何かあったの？メディナと最後に話したの多分俺なんだ。メディナの様子がいつもと少し違ってて、俺ちょっと心配でさ。でも結局メディナが何について悩んでるかも聞けなかった。キリト君はどう思うの？え？メディナさんと冒険者のことだよ。メディナさんがあの人たち、 NPC と言える人たちに接触して気持ちを書き換えてしまうこと。俺はメディナが冒険者を書き換えてルーリットの村に住む人たちを助けてくれた時、すごくほっとした自分もいたんだ。うん、わかるよ。あの時冒険者が加勢してくれなくても、みんなで村の人たちを助けられたとは思う。でも冒険者たちに救われたのも事実なんだ。メディナのやり方は行き過ぎだったと思う。でもこの世界を守るためには人々が立ち上がり戦う必要がある。最終負荷実験の時が来たら。そうだ、今のままの戦力だと確実に人界はダークテリトリーの軍勢に押され滅びてしまう。それまでにラースに接触して最終負荷実験を阻止できればいいけど。もしうまくいかなければ戦争が起こる。そうだよね。その時はこの前みたいな事態じゃ済まない。セルカたちやこの世界の人々みんなに危険が及ぶ。でも今から人界の人たちに立ち上がってもらうことはあまりにも難しい。ああ、そして彼ら冒険者は多くの人界人と違ってどうしてか戦闘に慣れてる。無理強いは良くないけれど、もし彼らが自分の意志で俺たちや人界人と協力してこの世界を守ってくれるならと思ってしまうこともあるんだ。ごめん、まとまりのない話だよな。そんなことない。私はキリト君が選ぶ道についていくよ。だからメディナさんや冒険者の人たちとまたちゃんと話ができたらいいね。大切な友達なんだからきっと分かり合えるわ。ああ、だといいな。いつも仕事で坊主連れてここに来るが、そんな若い娘さんはこの辺りで見たことがねえな。知らない。いろんな人に聞いてみたけどダメだったか。うん、この辺りには来ていないのかな。闇の子供は西帝国に伝わる怖いお化けのお話だよ。油断したら闇に引きずり込まれて食べられちゃうんだって。言い伝えの歌があるんだ。僕歌うの苦手だから歌詞を読み上げてあげるね。ちょっと。闇の子供は話さず笑わず、ただ闇の中で手を血みどろに汚す。名前を聞いても答えない。親切なレオリアさんさえお手上げだ。ある時子供は。結局わからなかったね、メディナさんのこと。ああ、ちょっと気になる話は聞いたけど、とはいえあれはベクタの迷子の話の別バージョンみたいなものか。キリト君。どうしたアスナ。手つないで帰ってくれる？戦闘中は話すから。もちろんいいけど、一体どうした。だってお化けがいるかもしれないんだよ。まったく相変わらず怖がりだな、アスナは。あの後アスナは西帝国近隣で捜索を続けたいと言ってシノンやアリスたちと一緒に出かけていった。そして俺は対策本部で魔獣の情報とメディナの情報が入るのを待つことになった。キリト、今戻りました。どうだった？いえ、何も情報はつかめていません。そうか、一体どこに行ったんだろう。キリト、ちょっといい？シエータ、なんだ？巡回の近衛兵から
カラントの発見情報があったの。一緒にキリに来てほしい。わかった。あの、私も共に行っていいですか？ああ、助かるよ。私は討伐が終わればそのまま西の峡谷の警護に交代で向かう。わかった。それじゃあ一緒に行こう。All right, guys, we're with Shepa right now. The new partner. You killed water pollution crime? All right. We got a new partner, Shepa. So, I think it's kind of far. So, lately, I've been streaming on Twitch and I appreciate it.To everyone who subs in YouTube right now, thank you so much. Now we have reached like 73 followers. Sorry for the cut. We have reached 73 followers, and like I said, I'm doing a Q&A in my Phasmophobia videos. Remember, so yeah, if you want, just comment down below and just ask whatever you want. I'm gonna answer it if I can. As long as I can answer it, I answer it. If not, well, I'm so sorry. Let's see. This type of monster isn't new to me. Okay. Oh, there's something.Oh, it's down there. Oof. This kind of something cool here. It's like a crystal something. There might be rare material with that crystal.It's actually up here. No, I never used this one. I rarely use this. Oh. Armored shrew.Oh, fuck. Yes. Oh, no. Oh, no.魔獣の発生情報があったのはこの辺りだな。ええ。魔獣を討伐した後は、また周辺住民から話を聞いてみましょう。彼女のこと、心配？ええ。そして私が懸念しているのはそれだけではありません。メディなどの疑っているというわけではありませんが、元老院統括代理ハーシリアン、もしかするとあいつの誘いに乗ったのかもしれない。そう思ってるんだろう。はい。最高司祭様の復活、あの者がどんな存在かは分かりません。しかし不穏であることは確実です。最高司祭様が肉体を持ってよみがえるようなことが、もし現実になるようなことがあれば、それは悪いこと？魔獣だ。今話をしている暇はないぜ、二人とも。ええ、わかりました。行こう。
Well, it actually is Alice. It's actually Marina is agreeing to that Hasri guy. And she wants to resurrect Saiko Sisama with the administrator that we already seen in the last episode. Wait, oh, this is the last one, right? No, I didn't mean to use that, but alright. What will I want? お疲れ様です。ああ。それじゃあ、私は西の峡谷の警護に向かう。シエタ殿、しばしお待ちください。何？先ほど、シエタ殿がおっしゃったことについて、伺いたく思います。最高司祭様のこと？シエタ殿は、もしや、いまだに最高司祭様のことを、信仰しておられるのですか？そうじゃない。最高司祭様が何をしようとしていたか騎士長から聞いて知った。この目で見ていないから何があったのかはわからない。それでも騎士長のことは信じられる。ただ私は最高司祭様を完全なる悪だとは思えない。それはなぜですか？これはダークテリトリーで咲いていた黒百合を最高司祭様が剣に変えてくれたもの。私にとってこの剣はかけがえのない相棒というものに近い。確かに人気は皆最高司祭様より賜る一品です。しかし最高司祭様は私にこう言った。この剣はあなたの魂に刻まれた呪いを形にしたものよ。性質遺伝変動数値の揺らぎが生み出した殺人衝動という名の呪いをね。切って切って切り続けなさい。その血塗られた道の果てにのみあなたの呪いを解く鍵があるかもしれないわ。あの人らしい残酷で冷たくて、なのにほんのわずかな優しさを感じる言葉。私はその言葉の意味を考え続けながら生きることになった。それがいいことなのか悪いことなのかはわからない。でも最高司祭様に与えられたものも確かに存在する。私はもし最高司祭様が蘇るようなことがあれば聞いてみたいのかもしれない。なぜ残酷なあの人が私にそんな言葉を残したのか。どうして望み通りに罪を犯した私を眠らせてくれたのか。シエタ殿、アリスちゃん、あなたにはこの金木犀の剣をあげる。ありがとうございます。最高司祭様、なぜ私にこれを？この剣は不朽の存在と言われる世界最古の金木犀をリソースとして作ったもの。不朽の存在、つまり何者にも切られることはないと。ええ、あなたが信じる限りね。あなたならばこの剣を信じることができるでしょう。だが、あれは私たちを騎士人形として使うために
高い優先度の武器を与えたに過ぎない。あの人に情などわずかにも存在するはずがない。それではシェータ殿は再び最高司祭様が目覚めるようなことがあれば彼女に組みする可能性があると。わからない。その時私の魂が何を求めるのかなんて知る由もないこと。それはきっと私だけじゃなく全ての聖号騎士が抱える問題。そんな。確かに彼らの頭の中にはパイエティモジュールが埋まったままだ。その行動原理は右目の破裂をもってしなければ通常アドミニストレーターの支配からは逃れられないはず。今彼らをつないでいるのはベルクーリさん率いる聖号騎士団という統率の取れた集団への忠誠意識だ。だがそれに勝る存在が再び現れ命令した場合は一体どうなる。でも今は対策本部の意思と共にある以上私は騎士長に従う。それでは西の峡谷の警護に向かう。後のことはお願い。シェータ殿。聖号騎士にもみんないろんな考えがあるんだな。ええ、不思議でしたがその通りです。そして彼女の意見もまた間違いではない。最高司祭様を失った今聖号騎士は皆思案している。一体何のために戦うのか、何が正しく私たちの力は一体何のために存在するのか。とはいえ私は人海の民を兵器に変えてしまう残忍な計画を許すことはできない。最高司祭様の復活は何としてでも阻止しなければなりません。ああ、そうだな。しかしそう思うのは私の意思、それとも人々を守る騎士としての行動原理。アリス。いえ、メディナ殿の情報を探しましょう。結局ここでもメディナや冒険者を見た人たちはいなかったな。ええ、ハーシリアンに関しても目撃情報はつかめませんでした。仕方ない、オードに戻ろうか。俺たちはあれからカラントと魔獣の討伐を行いながらメディナの捜索を続けた。だが結局メディナの足取りはつかめずじまいだった。そうして数日が過ぎ、俺たちのところにある情報が舞い込んだ。結局メディナは見つからずじまいか。これだけ探してもいないなんて。活動時間帯が違うのかしら。その可能性も考えて夜にも何度か探索したけど見つからなかったよね。ふん、全くもって迷惑なことだ。我ら対策本部は魔獣の討伐に追われているというのに。そんな言い方ないでしょ。第一、討伐するときに一緒に情報も集めてるんだからちょっとぐらいいいじゃない。ちょっとぐらいとはなんだ。そのような意識の緩みを許容するわけにはいかん。エルドリエ、あなたも果ての山脈での任務帰りに上空から捜索を行ってくれたではないですか。なんだ、ただのツンデレ、いや、照れ隠しか。我が師アリス様があの者の不在を気に病んでおられるのでそうしただけであり、決してあの者のためではない。ま、手がかりはつかめずってやつか。ハシリアンに関しても動きはねえしな。閣下、失礼します。エオファナティオ、どうした。先ほど西帝国で魔獣の発生だけではなく少し異常な事態が起きているとの報告を受けました。詳しく話してくれ。はい、起きているのは落雷のようです。落雷ね。それがただの落雷ではないと聞きました。一部の地域のみに数えきれないほどの雷が継続的に落ち往来が不可能な状況のようです。雷がずっと落ち続けているってことですか。確かにおかしな天気ですね。
それはもう天気というか天才というか。これまでにもそういう雷が落ちる現象は起きたことがあるのか。いや、俺は初めて聞いたな。一部の地域ってのも気になるわよね。そうね、自然災害にしては不自然すぎるわ。雷が落ちてるのは具体的には西帝国のどのあたりなんだ。確かに往来が不可能ってことでしたけど。落雷によって侵入が阻まれているのは西の峡谷よ。果ての山脈にある峡谷、西帝国の最西端だな。それって果ての山脈の警護をしている西郷騎士が西の峡谷から出られないってことじゃないんですか。ええ、そうね。そっちで警護に当たっているのは誰だ。シエータ殿です。少し前我らと別れた後すぐに西の峡谷に向かわれましたから。じゃあシエータさんが危ないってことですか。シエータ殿は無音と呼ばれる高い実力の持ち主。そうやすやすと軍門には下らぬでしょう。とはいえ感化するわけにはいかぬ。その不自然な天才にはカラントが関わっている可能性が高いと思う。これまでも魔獣発生の弊害で各帝国で事件が起こっているからね。となるとカラントを探しつつその雷の情報を追っていくしかねえな。なあ、西の峡谷に潜入するためにもできるだけ早く雷の情報をつかもうぜ。メディナのことは気になるけど、そんな事態が起こってるなら今はそちらを優先して動くしかないしな。そうね、雷の情報を追いながらメディナのことが何か分かれば何人かで手分けしてそちらに向かえばいいわ。なあ、それじゃあ調査開始だ。待って、私たちも一緒に行く。連れて行ってください。お前たちまだ懲りていないのか。今回は絶対にヘマしないし、キリトたちにぴったりついていくから。私たちを信じてくれないんですか。仕方がない、今回だけだぞ。やった、ありがとう。お手柄の好機到来です。キリト、我は騎士長と共に果ての山脈での任務がある。二人をよろしく頼むぞ。わかった。なんだかんだ言って二人には甘いよな、ディソルバート。よし、出発しようか。